レモンドロップは、レモン果汁、トリプルセック、シロップを使用して調整された、レモン風味の甘酸っぱい香りのウォッカベースのカクテルである。ウォッカマティーニのバリエーション、または手を加えたものとして記述されている。典型的にはストレートで調整、提供される、すなわち氷で冷やし、ろ過される。この飲料は、1970年代に、 カリフォルニア州サンフランシスコにあるバーのヘンリー・アフリカの設立者かつ所有者のノーマン・ジェイ・ホブデイによって創作された。ブルーベリーやラズベリーのレモンドロップなど様々なバリエーションがある。このカクテルは米国のいくつかのバーやレストラン、そして世界中の酒場で提供されている。輪切りレモン添えレモン、ドロップレモンドロップはレモン味の甘酸っぱい風味のカクテルであり、甘みと 酸味成分により、お互いが対比、バランスを取るのに役立っている。レモンジュース、トリプルセック、シロップを加えた、ウォッカベースのカクテルである。その調整には、シトロングウォッカのようなプレーン、または、シトラス風味のウォッカを使用できる。レモン風味のウォッカも時には使用される。絞りたてのレモン果汁を使用することもでき、市販のレモン果汁を使用するよりも美味しくなる。 いくつかのバージョンはマイヤーレモンのジュースを使って作られている。コアントローのトリプルセックはいくつかのバージョンで使用されており、レモン果汁を加えたシロップを使用して調整できる。サワーミックス、カクテルミキサーを使用して調整されたバージョンもある。装飾としてレモンのホイール、ウェッジ、ゼスト、ツイストが時々使用されている、生姜シロップよびラベンダーエキスなどの追加の成分も、 また、カクテル調整に使用することができる。レモンドロップは通常ストレートで作られる。すなわち氷と一緒にシェイク、または混ぜられ、腰取り、マティーニグラスのような足のついたグラスで提供される。グラスの円に砂糖がつけられるが、それは、グラスの円を水、またはレモン汁で濡らし、次に砂糖を入れたリマーに浸すことによって行われる。微粉末糖は、 標準的なグラニュー糖に比べてより細かく粉砕されており、時にカクテル調合用に使われる。レモンドロップは1969年にオープンしたカリフォルニア州サンフランシスコのロシアンヒル周辺にあるファーアンバーであるヘンリー・アフリカの創設者であり、所有者であるノーマン・ジェイ・ホブデイによって1970年代に創作された。もともとカクテルグラスで提供された。 その名称はおそらくレモンドロップキャンディにちなんで名付けられた。その後、このカクテルは急速にサンフランシスコサロンに広がった。1990年代初頭にはしばしばシューターグラスまたはショットグラスで提供されるようになった。このカクテルのバリエーションにはブルーベリーとラズベリーを使って調合したものがある。これらのベリーで味付けされたウォッカ、 または、他の酒を使用する場合もある。カクテルの装飾として、これらベリー、またはレモンを添えて提供されることもある。ブルーベリーレモンドロップは、ブルーベリーを混ぜることで調整され、ラズベリーレモンドロップは、ピューレ、または粉砕ラズベリーを加えて作る。グラスの円に砂糖をつけたり、着色砂糖が使われる場合もある。 それは着色料を砂糖に加えることによって調整される2006年にはオプラ・ウィンフリー賞でオプラ・ウィンフリーとレイチェル・レイがレモンドロップを調合し紹介した。これがきっかけでこのカクテルの人気は高まった。ありがとうございます。